なつもりじゃなかったんですけどね。難しいっされてる表現よしされてる形してあんま見ないよね、でもなんか、うん、へぇ、なんかこれ持ってくださいお姉さん、え、これ、うん、これはお安全になっちゃったどうなんか、どうしようね、こうついてたら、うん、あ、小田さんと同じ思考だ。こうかな、こうですかね、うん、はい、合ってます、なんかさ、横向きにしたら姉さんはここに親指当てそうだなって思ったの、うん、絶対当てたくなる ね、ちょうどいいよね、このここすごくない？これすごい、これ、え、すごいここいや、なんかすごいね、みんなそこは萌えポイントになってくる超シャレてますね、ここの、うん、シャレてる、シャレあれ、それ動画、あ、マジか、動画も撮れるんだ、それあ、こっち側も静止画かと思った、そっちも、なんかね、気持ち悪いです、うん、あー、絶対やってないけど、すごいねえ、うわ、絶対立っちゃうやつだ、あーへえ、あー、ここがないのも面白い、こっちまでしか入らない、こっちまで削んなかったな、ね、はい、あ、そうです、なんかこっちからの見た目と全然違う、持った時の感じがもっとこっちも持てるのかと思った、こっちで持てるようになったんで、うんうん、こっちはちょっと一本分ぐらい減らす。なるほどね。あ、でもこっち向きが。ただ当てるかな、当てるかな。いやでもルーフだね。これはなんか。あ、悪そう。このやつより。ちょっと悪そう。姉さん。
さんが、なんか休みの日にいるの珍しくないですか。スキパスにしたんですか。スキパスにしました。今日吉祥寺来てから、今日祝日だったかって気づいて、でもね、足はこっちにテクテクそのまま向かって、今日祝日だったことを分かんないで来ました。あ、これ好き。左右対称で祝日です。上山の右山と左山。あ、なるほど、こういう向きね、はい。待って、新しくないそれ。で、左右対称。あれ、あ、対称になってない。どれか違う。